あなたの夢にお邪魔します。 It's me Brianna ギガンティーン。ごきげんよう皆さん、ブリアナです。みんな元気にしてた？そういう日もあるよね、生きてたらいろんなことあるね、今回3回目になります。こちらフォートナイトのチャレンジ。前回はね、運が良かったのかな、たまたま2位になれました。最後ね、オインオインっていう剣でバッサリ行かれてしまいましたけれども、そう、なんかね、動物の森の動画でもちょっと答えたんだけどね、私がこのコントローラーをね、一つにこうカチャンって一つのコントローラーにしてないのが気になる方々が結構いらっしゃるみたいなんですけれども、私はこう自由にプレイしていきたいの。こうカチャンっていうやつつけない。自由でいたいでしょう。 Never つけない。分かっていただける？そう、もう一つね、よくコメントいただいてたんですけど、なぜスイッチなのにこの青いニット帽のスキンをつけてるのって結構ねコメントが多かったんです。多分ね、アカウントを作ったのがね、プレイステーション、これ何？プレイステーション4だからだと思うのね。 PS4 の方でね、録画最初しようとした時にうまくいかなかったからね、スイッチに切り替えたの。だから青ニットっていう話だと思うよ。実際のところよく分かってないけど、軽く調べてみた結果そんな感じ。今日も人様に迷惑かけるの怖いからソロで練習していくよ。結構さ、 TikTok とかでさ、一緒にやりましょうとか、一緒に練習しましょうって言ってくださる方々結構いらっしゃるんですけど、私結構ね人見知りだからね、すごいね一人好きっていうか、とにかく人見知りなの。分かって、もっと慣れてきたらね、みんなとプレイしてみたりとか、それもチャレンジしていきたいなって思います。OK relax。銃声が聞こえます。早くしないとさ、ストームに巻き込まれちまうだろう。皆さんどこにいらっしゃるんだろう。何回かやってみて思ったんだけどさ、こういう建物の中結構乱暴な NPC の方いらっしゃるよね。やっ、ワン、恐怖強すぎ。やだ、めっちゃ狙ってくるじゃん。8位だって。もう一回だけ頑張ろっか。手
アセアバックのアイコンのゲームすごいんだけど、ブリアナさ、ポールダンサーだからさ、手汗は敵なの。すごい人いる人いる。うたん、やられてしまいました。今回は8位と9位。やっぱ超怖いよな。でもね、結構ね、楽しんだる自分もいるの。また今度チャレンジしちゃおうかな。とても疲れちゃった。2回しか戦ってないのに。少しだけ気持ち的には慣れてきたけど、まだ脇汗やばめ。みんな手汗とか脇汗すごくない？このゲーム。大丈夫？大丈夫？今度じゃあ4回目かな？次、チャレンジしたら。また頑張っていくね。今回もこんなビビり散らしてる初心者の動画見てくださってありがとうございました。楽しかったなーっていう方、気持ち悪かったなーっていう方も、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまた次回まで、バイ。